わあ、なんかすごい。花ちゃんってあれだよね、あのマリカーでよく使われてる花ちゃんバギーって言われてるような、あの花ちゃんってあれだよね。これか、これ花ちゃん。え、かわいいじゃん花ちゃん。うわー、ビビビビビビビ、びっくりした。当たっちゃダメな感じ。入る。お、なんか来た。キノコがたくさん生えてる。これどっか、どこに行くんだろう。うおー、ネズミ。いや、キノコだと思ったらキノコだった違う違う何言ってるの。キノコだと思ったらモンスターだった。これどこ。え、なんか降ってくる。ちょっと待って、これ怖い。これでもさ、この蜂をさ倒さないとさ先進めなくない。あ、そんなことなかった。え、これは穴がいっぱいあるけれど、どこに行くんだろう。入る。うわ、ここどこ。登れるこれ。あ、登れない。何もない。そっか、いろいろこう見て回って、その穴が正しいかみたいなやつを見て回ればいいのか。ここも違いそう。え、待って、ここはさ前の4つは何もなかった。ここは、ここも何もない。ぶつかってしもうと。え、ドンキーコング甲羅になってからさ全然さ攻撃の仕方が分かんない。ドンキーコング倒しちゃった。え、あとここだけしか何もないんだけど。あ、寝てる花ちゃん、かわいい。花ちゃん、これ喋りかけられる。花ちゃん、どうしてあげたらいいの。え、待って、なんか出てきた。怒ってる、吹き飛ばされたし。これさ別に入らなくても奥に行けたじゃん今更。え、でも奥行けたのかな、なんか途中から出てきたのかな。花ちゃん入ってった。花ちゃん寝てる。これ花ちゃん起こしたらまたさ怒られちゃうよねきっと。わー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 、いっぱいいる、いっぱいモンスターがいます。飛べますね。いやー、すごいスピンして当たってきたよ。あ、でもこれくるくる回るだけだ。ここジャンプするのかな。じゃあなんか新しいところに出てきた。待って、この子追いかけたい、この子追いかけたいよ。あ、こけてる。大丈夫、ちょっと心配。ユミンパ997 998 999 1000。やっとこさ1000本にゃ。困ったやつらの顔は最高にゃ。さあ次の目標は1010本にゃ。マリオさん、あの声は矢を打つにゃって、もしかするとあれじゃん、邪魔してるやつじゃん。オイラ以外のやつらが困った顔するのはとっても楽しいにゃ。お前たちもそう思うだろうにゃ。その通り、にゃにゃはのにゃ、よく会えたにゃ。倒さないと大変です。びっくりしてる場合じゃないですよ。ちょっと待ってくださいマリオかわいい。あんなにたくさんいるんでしょ、僕たちだけじゃやられちゃいますよ。どうしよう。あ、誰か来るみたいです。ここは隠れて様子を見ましょう。誰が来るの。あ、緑色の星さんや。運んでる。ユミンパ様、こんなものが落ちてました。なんやそりゃ。よし、オイラの腕で見せちゃるにゃ。お前そこでそれを持ってるにゃ。動くにゃよ、一発で当ててやるにゃ。ちょっと待ちな。何。お、はい、君たちすまないけどそのスターを返してくれないかな。にゃにー、お前は誰にゃ。オイラのお邪魔する気かにゃ。それなら許さないにゃな。待って、一人で戦うのお前何者にゃ。僕は天空の使者、そして星を追う者。その星のかけらはみんなにとって大事なものだ。返してもらうよ。何よ、このオイラを命令するのか。もう怒ったにゃ、怒り爆発にゃ。八つ当たりするにゃ、そこで見てるにゃ。八つ当たり、何してるの。わあ、バカな真似をよせ。え、もしかしてマリオさん今出てくと危険ですよあの人を助けに行くんですね。そしてあのニャーニャーやってる変なやつをボコボコにして改心させるんですね。わかりました、何も言わないでください。僕もビルクながら全力でマリオさんも後ろで応援してますねほら矢が降ってきたよ。危ない危ない、怖い怖い怖い。苦しくたって頑張るぞ。頑張ろうね、マロね。僕は男の子なんだ、泣き言なんぞ言わんぞ。マロおっとおっと、やめるな、もうよすんだ。にゃー、よくもやったにゃ。もう許さんにゃ、手加減なしにゃ。泣いて謝っても許さないにゃ。
これでお前もおしまいにゃ。ジ・エンドってやつにゃ。はっ、暗い。お、ナイスマリオ。君が助けてくれたのかい？ありがとう、君の名は？マロ。マリオさん、ひどいじゃないですか、僕をいきなりして。あれ、この人どこかで見たような気がする。そうか、君があの有名なマリオくんか。君の噂は天空まで届いているよ。俺を無視して何をごちゃごちゃ言ってるにゃ。まとめて蹴散らしてやるから覚悟するにゃ。来た、この子と戦うのですね。ボス戦ってやつですよ。あ、これ何ができる？ジーノビーム。ジーノ、ジーノビーム。おお、強い。破壊光線みたいじゃん。じゃあマリオスーパージャンプでいきますか。で、何考えてるのを先にしようか。マロの何考えてるの。君は弱点はない。622もあるのですね。わかりました。お前ら大勢で汚いにゃ。多勢に無勢にゃ。そこで特別ルールを設けるにゃ。俺が矢を打ち当たったま、ん？俺が矢を打ち当たった的に書かれたコマンドを禁止するにゃ。もちろんお助けピノキオも禁止にゃ。ここにいる俺たちだけで戦うにゃ。俺もこのルールに従うから嫌とは言わせんにゃ。まあんまり使いすぎるとあれだから攻撃普通にするか。ナイスーで、マロもポチポチと叩いて。あ、そういうこと。矢が降ってきて、そのやつが使えないっていうことね。オッケーオッケー、わかりました。じゃあハニーシロップを使って一旦回復をさせる。お、当たりが出たのでもう一個で回復したから、ファイヤーボール、ファイヤーボール、いけ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 。次何？なるほど、次 X。 よかった、今のうちに回復しといてよかったんじゃない。じゃ今のうちに攻撃をする。ハニーシロップ使う。アイテム結構もうちょっと必要なのかもしれないな。あんまり買ってこなかったけど。あ、次は攻撃しかできないと。何？痛い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 。まずこの子は普通に攻撃当てる。でマリオも普通に攻撃当てる。で、マロは自分を回復させる。次何？なんかさ、矢がさ、そのコマンドのボタンにさ、当たるのかさ、自分に当たるのか、ちょっといまいちつかみきれない。よしよし、いいよいいよ。はい、コーラ難しいな。はいはい、おやすみやろうって何？あ、かわいい羊が。嘘、寝たの？寝ないでよ。どうして寝ちゃったの？ぐにゃー、まずいにゃー。このままでは負けるにゃ。これ、この俺がジエンドだにゃ。こうなったら全部のコマンドを禁止してやるにゃ。え？それは困るくない？ねえ、何してるの？全部のコマンドオフはやばくない？どうやって戦うの？どうしましょう、これじゃ何もできないですよ。いいかいみんな、僕たちも息もかなり合ってきた。ここは3人の力を1つに合わせてあいつをとどめさすんだ。どういうこと？いやー、それなら俺も。しまったにゃ、俺には力を合わせる仲間にゃがいにゃーい。3人技って出てる。マイナスボタンを押してスターライダーズをユミンパさんに攻撃する。え、すごーい。え、綺麗、かっこいい、すごーい。うおー、強い。ナイス、倒した。やったねー、3人の合わせ技かっこよかった。あ、ありがとう、2人さん、助かったよ。ところで、この体が人形だということを君たちは知っていたね。知ってたの？うんうん。知ってるなら正直に話そう。確かにこの体は仮の姿さ。僕は空の上から来たんだよ。空の上？空の上？雲よりももっと上だの？雲よりももっともっと上さ。君たちはスターロードって知ってるかな？スターロードって何？そうか、実は今空の上は大変なことになっているんだ。そしてこれは君たちにとっても大変なことなんだ。よく聞いてくれよ。何か願い事があるとき、君たちは空に向かってお願いするだろう？うんうん。
君たちはその願いをスターロードで夜空の星となる。そしてその願いが叶うと流れ星になってこの世界に降ってくるのさ。つまりスターロードは君たちの願い事が叶うようにいろいろとお手伝いしてるというわけさ。ところが困ったことにそこに大きな剣が突っ込んできて、スターロードはチリチリバラバラ。これでは星が生まれない。つまりスターロードが壊されたためにこの世界では願い事が叶わなくなってしまったんだ。そういうこと？ではこの星はその壊れたストーラダのかけらなんですね。スターロードだよ、ふかふかくん。そう、この星は砕き散ったスターロードのかけらの一つ。僕はそのかけらとなった星を集めてスターロードを修理するためにこの世界にやってきたんだ。砕き散ったスターロードのかけら、スターピースは全部で7つ。この世界をもう一度平和を取り戻すためには、カジオたちをこの世界から追い出して7つのスターピースを探し出し、スターロードを元に戻すしかない。僕もなるべく強そうな体を選んだからきっと力になれると思うよ。僕の名前は、なんて書いてあるのって言うんだけど、このスター語は発音が難しいから、このヒーローの人形の名前を取ってジーノとすることにするよ。ジーノ、さあそのスターを頭の上に思い切り掲げるんだ。スター2個目ゲットってやつだね。わあ嬉しい、綺麗な緑色のスターだ。スターピースっていうのね。今2個目だからあと5つだ。綺麗。あ、なんか仲間も増えていい感じ。これで青と緑と2個揃ったね。綺麗。さあ行こう。スターロードのかけらを追ってマリオワールドにやってきた流星のようなショットも鮮やか。ジーノが仲間になりました。やったね。聞いちゃった。あのかけらにそんな秘密があるなんてとっても驚き、急いで過剰様に報告だ。最悪やな聞かれてるじゃん。ついに分かった流れ星の秘密、マリオワールドの平和のためにスターピースを集める旅に出かけよう。お、あ、元に戻った。みんな動いてる。ふう、やっとみんな動けるようになったわ。あら、マリオのおかげだったの？さすがね。さすがでしょ。もっと褒めて、もっと褒めて。本当に平和になったわ。ありがとう、マリオ。いえ、どういたしまして。やっと動けるようになったよ。また森へ。キノコ狩りにも行こうかな。ちょっと怖いけどさ、ほっと近づけば大丈夫。よかったね、本当に。よかった、よかった。これで森に木を切りに行ける。よかった。あ、おじいちゃん出てきた。良い孫たちを持ったもんだ。あ、孫たちいっぱい出てきた。はあ、間に合った。どこに行くの？ジーノ連れてきたよ。ジーノ帰ってきたんだね、ママ。ママ、ジーノ帰ってきたよ。ほら、僕のジーノが。ああ、よくできたぬいぐるみだこと、中にいる人も大変でしょう。ダミだこりゃ。でもジーノまた一緒に遊ぼう。そうもいかないんだな。僕はこれからマリオたちと一緒にスターピースを集める旅に出なくてはならないんだ。スターピース？なんでそんなもの集めるの？それは、世界平和のためだよ。今までは、マリオとね、マロがね、一生懸命倒したんだよね。で、キラキラキラーって。こうだったんだけど、今は、キラ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 ー。どうしよう。こうなんだ。全然私にも分からなかった。伝わらなかった。まあ、スターロードがこれを壊れた今のままでは君の願いも叶わないのさ。じゃあ僕が大きくなってもジーノみたいに強くかっこよくなれないの？そう、スターピースを集めてスターロードを直さない限りね。そこでここにいる二人と一緒に旅に出ることになったんだ。そっか、マリオもクッパには弱いし、ジーノがいれば安心だね。マリオ珍しく怒っとるやん。大丈夫？怒らないで。マロが堂々とやってる。そういえばこの間、お隣のドゥカッティにキラキラしたものが落ちたんだ。あれもジーノが集めてるものかな。ドゥカッティ？その可能性が高そうだ。ドゥカッティを探してみるよう教えてくれてありがとう。うん、頑張ってね。早くスターロードを直して僕の願いも叶えてね。約束だ。うん、約束。あ、ちょっと待って。どうしたの？これジーノのものだから一緒に持ってって。フィンガーショット。ありがとう。じゃあ、また会おう。へえ、なんだろう、なんかもらった。
はい、ということで今回で新しくジーノが仲間入りしました。次回はねズカティから進めていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また見てね。